できれば君が君の正義を見つけて誇らしい生き方をすればいい。君の行くべき道をまっすぐに進むんだ。名前も聞けなかったんですけど、ただめちゃくちゃかっこよかった。憧れたんです。違う世界、違う東京。かつて存在したドラゴンに心酔し、その力を欲するあまり強行に走る凶悪犯罪組織ナイン。ナインに対抗するため各分野のエキスパートを集めた対策室が警視庁で設立される。その名は警視庁特務部特殊凶悪犯対策室第7課、通称特7。ウキ、行け、ボンボン。無ですか、俺は。ただで最後くつぶしグレン隊、チンピラ経費無駄遣いと評判の悪い特務部をこれ以上貶めるつもりですか。呼び方は好きにしていいわ。それでは後藤君たちに一つ、犯罪は割に合わないと思い知ってもらおう。情報は武器だ。武器が豆鉄砲になるかミサイルになるかは君次第だ。ここで死ぬか生きるチャンスをつかむか、そのどちらかを選ぶ。人を犠牲にしていい正義なんてあるわけないだろうが。特7、10月より放送開始。どっちに転んだところで俺は楽しい。世界には娯楽が必要だよ。娯楽がさ。